はい、どうもこんばんは。今日はね、8月29日、火曜日ですね。今、6時3分です。なんでこんな夕方から撮ったかというと、まあ仕事帰りで今帰ってきて、まあナンバーとはね、この前つけたナンバーユニットが切れたんで、切れたとか接触不良でちょっと直してました。で、一部、一応この間、ディーラーでつけてもらおうと思ったら、ディーラーつけられんってことで、ディーラーが、勝山市を、福井県勝山市で、そこの業者持って、LED ホームとか、なんだ、レーダー探知機とコムテクの、あとドラレクの配線してもらいました。で、その動画を今上げています。一つ追加したのが、こちらですね。じゃあ一応無線アンテナですね、覆面の。一応これは本物の、無線のアンテナです。Amazon で買いました。エンパイアっていう会社の機雷と、アンテナです。ちょうどこの角の兜とちょうどいいですね。あとですね、まあ、ちょっと、ペンチにかけます。バックランプをちょっと見てもらいます。結構明るく映ってますね。今もヘッドもつけたんですけども、ヘッドもこんな感じで、あ、眩しい。上部は6700です。下が 6500LED、 眩しいですね。一旦ちょっと切った状態です。た状態が、中の LED がこんな感じです。一応 Amazon で買ったやつですね。どこのメーカーか忘れたけど、まずノーマで貼ってない状態は6500で、フィルムあるんですね。この一応プラスチックについてるんですけども、周りにかぶせてあるんですけども、そのプラスチックに黄色のやつ貼ると3000ケルビで、青を貼ると8000ケルビで、3タイプ使えるみたいです。車検ではまあ8000は通らないんで、このノーマルの状態6500でやっています。結構この6500でも結構明るくて、ディスチャージよりもっと明るいですね。下手なディスチャージより全然、はい、ということでやっと動画上げられました。あとはサイレンアンプです。サイレンアンプ今度こそ、来週の日曜日ぐらいにつけられたらいいかなと思っております。その前に洗車ですね。ドラレコとコンテックの、配線も一応やりました。あとはまあ、あのフットランプですね。純正のフットランプオレンジなんで、運転席と助手席、これを変えるだけですね。一応ドラレコも配線、なんかこんなんつけてもらえない つけてますゴムのチューブ中にこれ配線を通して、なんか変わったことやってくれたな、勝山のメーカー業者のこと。まあこれでもかっこいいですけどね。でドラレコがこのゴムチューブの中に通っていますね。でピラーの中に入って、でコムテックも、コムテックはこの横ですね。これは横、これコムテックのレーダーのやつになります。これもピラーの中入ってます。綺麗に収まってますね。さすがプロですね。まあ自分でまあこういうカーテンエアバッグの開けるとね、ちょっと危ないんでね、エアバッグは。まあここにエアバッグもありますけど、ようやく動画上げられました。なんとかやっと、そうですね、ルマ LED 前紹介しましたね。これが、これ ETC のアンテナですね。テレビアンテナ、GBS と、ワンセムステージ。一応、ここも LED に変えました。本当はこれ、付属の
LED T10 のやつやったんですけども、これをちょっとつけるのめんどくさくて普通の T10 のやつにつけました。配線がこうウニョーンってなっちゃうんで、あとはこのグローボックスの上ですね、ここにも照明があるの知らなくて、これ T5 です。 T5 で下向きのやつを今ちょっとオークションとかで探しております。あることはあるんですかね、600円ぐらい、まあ安いんだね、まあ、うん、どれで買えるんですか。こう変わっていく右のボタンはね、これ8、これで4回、これもうちょっと押していくとモードが変わっていきます。こんな感じで、まあ、GPS6 機起動してますね、受信してますね、バッテリー 13.6V 来ております。これ1秒ぐらい長押しすると、画面が変わっていきます。このコムテックのレーダー、福井市のねオートバックス八代店で、9990円で買いました。店頭限定やったかな、お店限定の、コムテクのゼロ、56やったかな、多分56やった、それの、カーレーダーですね。これねちょっと誤作動きてね、前バンガードでやったんですけども、車の速度では70を示しててもこいつでは65なんですね。5キロ違うんですね。5キロ違うとだいぶ違いますよね。この2、3キロぐらいならどうでもねえけど、5キロも違うとね。ひどい時だと10キロ違いましたね。10キロなんだそれはと思って、10キロも違うとダメだろうと思って、今はね車の家に車が来て、39,867km ですね。来てっていうおかしいですね。正確に 867km、 39,000km の、X の中古車です。もう約1ヶ月ぐらいで867キロ乗りましたね。まあ福井市もちょっとこれ休みたんび行ってるんで距離数は上がるんですけども、この間ガソリン満タンに入れて残り、533キロ走れるということですね。平均車速18キロ、走行時間7分経ってるんけ、外気31度、で押すと消えます。もう一回押すとエコモード、今走ってないんでオフになってます。で平均燃費今 8.3、 瞬間燃費今もちろん走ってないんで0です。給油後の平均燃費 11.8、 結構いいですね、うん、31度か、暑いな。このエコモードを押すとこのインジケーター消えます。押すとつきます。まあそんな説明は不要ですね。あとはサイレンアンプだ。入るやろ。横幅と縦は合うけど奥か。バラさなあかんな。取って。以上、無線アンテナ一機付け、ドラレココムテックの、レーダー、おぱよ。何言ってんの。レーダー探知機配線してもらったのと LED ホームランプ、これの、動作確認とナンバートユニット、ちょっと接触不良だったのでナンバートユニットの明るさを、見ていただきました。どうでしたかね。あとは
ナビにはあと、あれつけようかな。親父用に買ったんやけど、ナビ用に、親父のナビ用に。ビックス。一応、うち6ピンなんですけど、それを、まあ6ピンだろうが4ピンだろうが、配線は4本しか来てないんで、後ろつなげば早いですね。カプラーはないですが、そのままスポスポスポッとポン刺していけば大丈夫でしょう。あと、ホコリ入らないになんか、封鎖しとけば。ということで、もう10分経ったら早いな。ということで、今回はこの紹介でした。以上です。ありがとうございました。